『朝ドラ』『とと姉ちゃんあらすじ予告』第33話杉野社長が浜松から上京5月11日水放送分危機物語3姉妹の学費を滝子が出していた事実を美子が知ってしまいました滝子は将来常子を清に嫁入りさせる腹積もりだと思い込んでいる美子は滝子の援助をきっぱりと拒絶しました 公子はその足で常子たちが通う女学校に向かうと学費支払いの縁のを懇願そして生活費に加えて娘たちの学費も自分の力だけで稼ぎ出そうと公子はさらに内職を増やすのでしたそんな中思いがけない人物が深川の地に姿を現します竹蔵が生前勤めていた遠州浜松染物工場の社長 杉野がやってきたのです